ドーン、妖怪レストラン、ゾンビのレストラン、話します。海に漂っていた鏡、ニークラ・アキコ。これは船乗りだった祖父から聞いた話。ある時、スペインの船だったかブラジルの船だったか、はっきりと覚えてはいないが、異国の船が沖合で沈んだ。村が総出で助けようとしたが、乗っていた船員もお客も誰一人助からなかった。それから何日もの間、海面のあちこちに遺体や船の残骸が浮いていた。遺体は残らず引き上げて丁寧に埋葬して、持ち主の亡くなった漂流物はみんなして分け合った。祖父がもらった分け前の中に壁掛けの鏡があった。額縁は美しい彫刻のある樫でできており、厚みのある立派な鏡だった。先客の中にはたくさんの荷物を持って旅をする金持ちもいて、日頃大事にしている小さな家具なども船に積んであったようだ。長い間海水に浸かっていたので、少し曇っていたけど、どこも傷んではいなかった。きれいに拭いて艶を出し、客間にかけてみると、見る人が皆口々に褒めるほどだった。その頃はまだ島の村に鏡など珍しかったからね。鏡を飾った部屋は家の中で一番広くて、普段は使わない特別のお客用の部屋だった。祖母だけが一日一回掃除のために入って、その度に鏡の埃をさっと一拭きして、ちょっと覗いては満足していた。船が沈没してから半年ほどだった頃だった。遠縁のソフィーが村の祭りに来ると手紙をよこした。町に住むソフィーは、島の暮らしがから見ればお嬢様みたいだったから、客前に泊まってもらうことになった。ソフィーがやってくると、祖母は早速部屋に案内して鏡の自慢をした。ほら見て、ソフィー、綺麗な鏡でしょ。まあ本当にこんな素敵な鏡を見るのは初めてよ。でも祖母はすぐに驚いて叫んだ。あら、一体どうしたのかね。前の日に念入りに磨いておいたのに、鏡は霧がかかったように曇って、上から下へと水滴が流れ、まるで涙を流しているようだった。あら、本当、どうしたのかしら。海のそばだから湿気があるかしら。でも心配いりませんわ、時々拭いておきますから、ソフィーが言った。せっかく遊びに来たソフィーが気を悪くするかもしれないので、口に出して言わなかったものの、祖母は気になって仕方がなかった。それで夜、ベッドに横になる夫に言った。ねえ、あの鏡とても変なのよ。きっと何かあるんだわ。だって涙を流して泣いていたのよ。祖父は取り合わなかった。何言ってんだ。その年になるまで鏡が汗をかくってこと知らなかったのかい。汗をかいたって、真夏じゃあるまいし、それに家中で一番乾いた部屋なのよ。もううるさいな。寝かしてくれよ。夜が明けて、祖母が台所でコーヒーを沸かしていると、2階の客間でしきりに行ったり来たりする足音が聞こえた。きっと祭りへ出かけるのでおめかししているのね。2階の気配に耳を澄ましていると、突然足音がピタッと止んだ。キャーと大きな叫び声がした。キャー、これでもない。キャー、一体どうしたのかしら。祖母は急いで階段を上った。ドアを開けると、ソフィーが半ば気を失って床に倒れていた。ソフィーの指さす方を振り返った祖母は、恐ろしさで思わず後ずさりをした。
鏡に女の顔が映っていたのだ。自分のでもない、ソフィーのでもない、見たこともない女の顔だった。後になって、祖母が話したところによると、それは青ざめた顔で、目は真っ白で、瞳孔がなく、ぐっしょり濡れた長い髪から水滴が滴っていたという。祖母はどうにか声を振り絞って、祖父を呼んだ。しかし、祖父が慌てて駆けつけたとき、すでに鏡の中の顔は消えていた。こんな鏡、もう家に置いときないわ。きっと、沈んだ船に乗っていた若い娘の鏡だったんだ。綺麗な祖父の姿をに、魂が引き寄せられたのかもしれない。かわいそうにな。祖父はすぐに鏡を海に流しに行ったという。キャー！おしまい。お前だ！